この透明なケースがいわゆる AirPods Pro のケースなどと同じようになっていて、でこうやって取り出して使うわけですけど、めちゃくちゃ僕はセンスがいいなと思っています。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、Nothing っていうスマホを皆さんご存知ですか？以前レビューしてるので見たよという方も多いと思うんですが、その Nothing から完全ワイヤレスイヤホンが出たんですよ。これがね、超絶かっこいいので、詳しく紹介していきます。Nothing というスマートフォンですね、ご存知の方多いと思います。これですね、後でまた出てきますけれども、もちろんレビューしているので、はい、見たよという方もいらっしゃると思うんですが、この Nothing からですね、完全ワイヤレスイヤホンが登場したんですよ。それがこの Nothing イヤーですね。まあ、カッコスティックとなってますけれども、はい、相変わらずですね、これかっこいい箱に入ってるんですが、これね、ピリピリピリって取るとこういう風にね、パカって取れちゃうので、この箱はもういわゆる使い捨てっぽい箱になるので、ちょっとね、開けたのでもう無様になっちゃってますけど、非常にかっこいい箱に入ってます。でこの円形のねものが入ってるんですけれども、はい、今回はこちらの Nothing イヤーをレビューしていきますけれども、まあね、この Nothing っていう製品は機能スペックだけではなくて、そのちょっと文化の香りというか、ブランド力というか、デザインの力というか、その辺にもですね、非常に情熱を込めてね作られているように、まあ僕は感じます。ということで、その辺もね中心に紹介していきたいんですが、こういうね2つのパーツが出てきます。でこれはいわゆる完全ワイヤレスイヤホンの、まあ、本体というかケースにイヤホンが入ってるものですね。ぐるぐる回っちゃって撮影しづらいので、ちょっと縦にしますけれども、でこちらが説明書とケーブルが入ってます。でこのケーブルも、これね、もう最初に紹介しちゃいますけど、非常にこうですね、考えられたというか、デザインにねこだわった、この透明の中に何かあるっていう感じのデザインが多いわけですよ。こういう感じでね、とても合ってますよね。デザインがね、このメーカーはすごくいい。ただこのデザインが好きではないという方にとっては魅力薄いと思いますね。でまあ、ぶっちゃけ説明書もくるくるしちゃってて読みづらくてしょうがないんですけど、はい、こんな感じで皆さんにお見せしづらい、お見せしづらいんですが、まあ、ほとんどですね説明ないです。なくてもまあ分かるようになってるというか、こちらのね QR コードを、これまで凝ってますけど、この QR コードをスキャンするとアプリがね入れられるので、まあまあ説明見なくても大丈夫です。まあ充電は普通の完全ワイヤレスイヤホンと同様で、ここにね、Type-C ケーブルを挿して、こちら側を充電器に接続すればいいということで、変わったことは特にありません。はい、では本体を見ていきましょう。この透明なケースがいわゆる AirPods Pro のケースなどと同じようになっていて、ここにですね、バッテリーが仕込まれていて、このね、イヤホンを中にセットしていると充電される。まあ一般的ですよね。で、これをね、どうやって取り出すかっていう話と、この、あとデザインなんですけど、まあね、すごいですよね。モダンな感じがね。で、ここをこう回すとイヤホン出てくるんですよ。こういう風にね、くるっと。でも、ここを動かす必要はなくて、こっちをね、こう回せばいいわけです。すると、こうイヤホンが出てくると。でね、注目していただきたいんですけど、回すとね、このランプがついて、まあ、ペアリング状態になるんだと思うんですけども、こうやって回すと出てきてペアリング状態になるという形ですね。でこうやって取り出して使うわけですけど、めちゃくちゃ僕はセンスがいいなと思っています。このイヤホン、すいません、僕の指が大きくて恐縮なぐらい小さいですけども、よく見るとですね、結構凝っていて、ここにですね字が入ってるんですよ。イヤースティック、はい、でこのモデルはイヤー、ナッシングイヤーのスティックっていうモデルになるんですね。で、ここに赤がついてますけど、これね、このケースを、まあ、右側に置いた時に右側に赤くる、右側が赤なんですけど、要は、右耳が赤っていうことですよ。で、左耳が白っていうわけですよ。で、ボディは例によって、こうスケルトンになってますよね。もうここにね、興味ある方は虫眼鏡とかで見るとね、ちょっと楽しいと思いますけれども、ナッシングのね、スマートフォンもスケルトンになってますけれども、同じようにね、スケルトンになっています。で、さらに、これ、耳に当たる部分はシリコンのイヤーチップではなくて、これはね、多分樹脂だと思いますけれども、これカナル型って言えばいいのかな。はい。こういう硬いね、樹脂製です。で、こっから音が出るんだと思いますけれども、はい。こんな作りをしてます。非常に凝っていて、で、軽いのが特徴なので、ちょっと重さを測ってみます。はい。それでは重量測ってみましょう。軽すぎて反応しませんね。じゃあ2個乗っけてみますね。はい、6g になってますけど、実はですね 4.4g ということですね。ちょっと測りがね軽すぎてちゃんと出ませんけれども、はい、でこちらも測ってみます、一緒に。と 51g、 これがね、このいわゆるケースはあんま軽くないですよ。かっこいいけど軽くないし、そんなに小さくもないです。ただ形状がいいので、カバンの中では邪魔になりません。ポケット入れとくとちょっと大きいかなと思いますが、イヤホン自体は 4.4g ということで、非常に軽くて、で、かつ、
このね、耳への負担感も少ないです。で、僕は耳がですね、最近ちょっとイヤホンのレビューをしすぎたせいか外耳炎になってますが、こういうシリコンではないタイプは比較的ね、僕は耳に優しいと思って、もう人によると思いますけど、耳に優しいと思ってます。いわゆるそのシリコン製のチップがついているイヤホンで耳がね、荒れたり外耳炎になったり、もしくはアレルギーになっている方はこういうタイプもいいのではないかなと、まあ僕は個人的に思ってます。すいません、医者でも何でもないので、僕の経験からの話だけですけれども、僕はこういうタイプの方が最近耳がね、楽です。はい、後で紹介しますが、これ機能を使うときによくイヤホンってタップしたりいろいろするじゃないですか。この Nothing Ear Stick はこう押すんですよ。ここをね、コキッと押す感じにします。するとちょっと皆さんにも聞こえてないと思うんですが、小さい音鳴るんですよ。わかる？聞こえてる？君には聞こえるよね。聞こえます。はい、皆さんにね、ちょっと聞こえるかどうかわかんないんですが、こうつまむようにするとカチッと音がして、操作していることがもちろんね、耳にはよく伝わってくるのでわかります。はい、こうつまむ形でコントロールします。はい、今ですね、僕の耳につけてみましたけれども、こう普通につけてちょっとこう前にね、ひねるぐらいの感じがいいかなと思います。もちろんね、人によって耳の形も違うんですけれども、もう相当設計を重ねて耳にフィットするように作ったということで、いわゆるシリコン製のチップではないので柔軟性はないんですけど、僕がつけた感じでは僕の耳には結構合ってます。周りの音もね、あんまり入ってきません。今ですね、僕の耳につけた状態でちょっとアプリの紹介をしますね。アプリは先ほどの QR コードを読み込んでプレイストアからインストールしました。とはいえ、実はアプリのリストにはこのね、イヤホンをコントロールするアプリ出てこないんですよ。どこから使うかというとですね、はい、こちらのね、設定から、はい、接続済みのデバイスで、これね、イヤースティック出てきますから、これでここをタップすると、はい、アプリが利用できます。今ケースが 80% 左右 100% っていう充電の、ね、様子が出てきます。他の Android スマートフォンや iOS の場合もアプリをインストールして利用が可能です。はい、まあね、ここに出てるのは、まあ、普通の情報ですけれども、こちらね、イコライザーもあるので、イコライザーのデザインがまたいいですよね。こんな感じ、はい、低音、例えば強調とかね、こんな感じで調整できます。こういうイコライザー珍しいですよね。はい、あ、もちろんね、カスタムでこれをね、変更することもできます。はい、今回はバランスにしておきましょう。はい、レスポンスもいいですね。で、音もいいんですよね。これナッシングってね、効果音がすごく良くて、このナッシングイヤーも耳につけるとボヨンって音がするんですよ。ボヨンって表現良くないですけど、もうちょっといい音がします。はい、でこれがね、インイヤー検出で自動的に、音楽の再生停止ができます。でさらにこれがね、さっき紹介した左右のジェスチャーというか、この押した時にどうするかっていう設定が2度押し、3度押し、長押しなどができるようになっているので、使いやすいようにカスタマイズをしてください。はい、で、レイテンシーを抑えてゲーム向きですね、これは機能。はい、それからこのイヤホンを探す機能も搭載されてます。あとはですね、まあまあ見れば分かりますけれども、まあ他にもね、いろいろな機能が搭載されてます。で、肝心の音なんですが、何でもいいんですが、ちょっとこれ聞いてみますよ。今僕の耳では再生されてますけれども、これ動いてるの分かると思うんですけど、外すと止まるんですよ。でまたつけます。はい、再生されました。このようにちょっとタイムラグありますけど、外すだけで止まって、つけると再生するので、例えばね、コンビニとかでお買い物とかするときにはいちいちね、止めなくても会話がしやすいので便利ですよね。はい、で音質は個人的には非常にいいと思いましたが、まあ、いつもお話しているように、僕はオーディオ評論家ではないので詳しい音質についての言及は避けますけれども、まあね、一般的な方には十分な音質かなと思います。ただ音質云々よりもちょっと残念なのが、ノイズキャンセリングないんですよね。この価格にしてノイズキャンセリングがないのは残念だなと思う方も多いのではないかなというふうに、まあ僕はね、思います。で、1回の充電で最大このサイズにして7時間聞けるっていうのはめちゃくちゃいいですよね。通話も3時間できます。で、ケースを組み合わせると29時間動くと、で10分間の充電で9時間再生可能という形ですね。はい、非常にバッテリー周りは優れてます。ただね、やっぱりノイズキャンセリングがないっていうのがちょっとね、引っかかる部分ですね。ということで、ナッシングイヤースティックですね、レビューしてきましたけれども、本題とは関係ないんですが、世界観をね、出したいので、ここにナッシングフォンも置いておきますけれども、最後に点数で評価していきたいんですが、気になる価格はですね、 16,800円なんですよ。まあ安くはないですよね。まあ、でも高いなって感じでもないですが、機能性能からすると僕は高いと思います。やっぱりどうしても外音取り込みとかノイズキャンセリングがないのはちょっと引っかかりますよね。
ただデザインとかバッテリー、それから僕にとって大きいのはやっぱりね、この形状が耳に優しい、形状というかね、この素材が耳に優しい、ちょっと使ってみてますけど耳の荒れとかね出なかったので、そういう点でね、実はなんでこんなことしつこく言うかっていうと、そんな話をしたら結構コメント多くいただいたんですよ。イヤホンのつけすぎで耳がかゆいとかね、荒れてるって方多かったので、そういう方にもまあいいのではないかなと思いますが、ちょっと気になるのが夏どうなるかですよね。耳汗かいてね、ちょっと冬にデビューしてるのでその点は不明です。はい、ということで僕の評価は今回62点と、この価格と機能の割には高い点だと僕は思ってます。ノイキャンがないので55点ぐらいでもいいかと思いますが、デザインがすごくいいこと、それからバッテリー駆動時間が長いこと、音質は文句なしでした、僕的にはね。でさらに耳に優しい形状含めてトータルで62点と評価しました。以上、ナッシングから登場した完全ワイヤレスイヤホン紹介しました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。またですね、メンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに加入いただくと、戸田サトルファンクラブというところに無料で招待します。でこの戸田サトルファンクラブでは毎月ですね、パソコンやモニター、充電器などさまざまな製品をプレゼントしておりますので、当たるチャンスがありますね。ぜひ応援とご参加のほどよろしくお願いします。さらにセカンドチャンネルとしてですね、戸田サトルビズもスタートしております。こちらは僕がね、語っているビジネスセミナーですので、ラジオ感覚で聞いてください。さらにさらに3つ目のチャンネル、クローンブックチャンネルもスタートしておりますので、クローンブック入門の方ぜひご覧ください。